こんにちは。じゃあ、反比例の利用、残り1ページやっていこうと思います。これで一応、中学生じゃない、中1の、関数の単元は終了になるので、あとはちょっと復習していきたいなと思います。で、まあ、式はね、y イコール x 分の a っていうのは変わらないので、まあ、そこに a イコール xy ということで、比例定数を出していって、頭はめていくだけなんで、で、1番、180枚の写真を壁に貼って、縦 X、横 Y だと。で、まあ、なんていうか、例えば、縦に2枚しか貼らないとなると、横に90、9に18なんで、貼っていくと、まあ、残り89列ってことか。まあ、92×90 で180とかね。3枚貼るんだとしたら、60ということで、まあ、縦が増えると横が減るから、まあ、反比例してるなっていう話。でもまあね、比例定数こう180っていうのは出とるんで、y イコール x 分の180ということだね。x が増えていけば y は減っていくと。で、縦に貼る枚数を半分にすると、横に貼る枚数どうなりますかと。まあ当然な、増えてって減ってってっていうことで、まあ、半分にしたらどうなりますかっつったら、まあね、大体勘でも当たりそうなもんやけど、倍になるんやろうね。倍になる、まあ、2倍になるっていうのが答えですと。まあまあまあ、そんだけやな。で、まあ次、反比例の問題でよく利用でね、出るのがこの歯車と歯の数の問題ないけど、まあ、こうやって噛み合っている状態で、まあ、回転すると。で、今は歯の数、歯数30の歯車、わかんない B、まあ、A より少ない B が、A ではまあ少ない感じや、ね。A が15回転すると、B は何回転しますかということで、まず、比例定数出していきましょうということでね。15回転して、歯の数が今30ということで、A イコール、まあ、XY やな。450なんで、Y イコール X 分の450。Y イコール X 分の450ってのが答えですと。あ、答えですか、式ですと。で、これで、じゃあ、B が何回転するんですかっていう話ねんけど、まあ、25回転するらしい。25回転しますよ。で、Y 回転、Y が今回転数で25回転なんで、まあ、代入してあげましょうってことやな。25イコール X 分の450なんで、まあ、450を25で割ってやればいいってことやな。5で割っといて、25、難しいね。5x イコール90なんで、x イコール18か。18。歯の数は18。まあ、特に、歯の数の単位は、まあ、模範解答でも書いてないんで、書かないでおきますと。まあ、こういうふうにね、式を立てて代入するだけなんで、まあまあ全然簡単です。で、次、椅子を1列に24脚35列並べた。X 脚で Y 列。まあ、脚数減ったら列数増えるってことでね、逆もしかりということなんで、まあ、A イコール XY や。同じく A イコール XY ということで、24×35。840ということで、式は Y イコール X 分の
640。で、28列並べる。Y 列、28列。なんで、まあ、代入してやると。さっきの問題と別にね、同じやね。28イコール X 分の840ということで、まあ、20、840割る28 やね。7ぐらいで割っとくか。4X イコール71が720X イコール30、30弱。まあ、妥当な数字やな。30脚。答えは30脚と。うん、まあ、24列で、今、35列なんで、まあ、列数4列増やしたらね、脚数ちょっと増えるわけやから、列数を増やすと、脚数、そうやね。なんで、まあまあまあ、28列で30脚。そうやね。まあ、妥当かな。20、そうやね。で、次。まあ、これもよく出てくるね。まあ、比例でも反比例でもっていうか、まあ、関数の問題で、よく出てくる給水と排水の問題やけど、水槽に3本の給水管ついていて、どの給水管からも一定の水が出るんか。で、水槽をいっぱいにするのに、2本の給水管使うと4、2分、2本で48分。で、3本で何分ねんけど、まあ、そりゃ2本使うより全部使った、3本全部使った方が早く、水いっぱいになるに決まっとるんで、まあ、これね、まあ別に反比例の問題なんやけど、まあ、例えば、まあ、ちゃんと式を立ててやると、何分、まあ、X 分とかとじゃあした場合、まあ、X 分ってのは48分かかる2本で。ところが、3本今全部使うんで、これの3分の2倍かな ?31 が。32分なんで、まあ、答え32分やな。というような式もまあ立てられるし、まあ比例式。まあできればね、分数に慣れといた方がいいやけど、中3のことを考えると。でもまあ比例式で、例えば2分、2本で48分が、じゃ3本だったら X 分なんで、ここは1対24。なんで、2x イコール4。じゃあ、ちょっと待ってね。2対2本と3本が、どうかな。まあ、2本で、まあ、これでいいか。ごめん。まあ、3分の2なんでっていう感じでいいか。これで。こんな感じで解けます。まあ、比例式でも解けるかな。まあ、授業でもしかしたら説明するかもしれんけど、42本で、3本で、5本、まあ、そうか。まあ、じゃあ、この式で、48、分かかって、それがまだ1本使ってないってことなんで、3分の2をかけると、32分になりますよと。はい。で、ラスト。歯の数が32
と X が噛み合ってますと、まあ、さっきの問題と基本同じやけど、毎分150回転、するときの Y。で、まあ、式を立てましょうと。A イコール XY やね。A イコール32かける150か。4800かな。まあ、30かけてやって4500と、2かけてやって300なんで、足して4800やな。なんで、y イコール x 分の4800と。で、葉の数が12だよと。で、葉の数ってのは、まあ、x なんで、x に代入してやればいいかな。y イコール12分の4800。なんで、400。なんで、毎分400回転となります。まあ、こんな感じで、あとはちょっと、いろいろ問題を解いていきましょう。一旦動画見てもらって、何をやってるのかっていうのを確認してください。以上です。